スペイン曲をスペイン曲に聞こえるように弾くというのはそんなに難しいことではありません。ほんの少しのエッセンスを取り入れると初心者の方でもそのように聞こえます。今日はそれを少しお伝えいたします。皆様こんにちは。バルセロナからピアニストの史跡久子です。私はここバルセロナに30年以上住んで、最初の頃はいろんな方のレッスンを受けたり資料をいただいたりたくさん教えていただきました。その後自分でも、ここの現地の音楽を聴いたりしながら勉強してまいりました。それをスペインからはるか遠くにおられる方、わからないという方に向けて動画を撮っていきたいと思います。スペイン曲の中で南極と言われるイベリア組曲全曲の演奏動画、レッスン動画を撮りましたので、もう少し取り組みやすい曲を取り上げようと、今日はアルベニスのスイテ・エスパニョーラからセビージャを取り上げたいと思います。この曲はとっても喜びにあふれて楽しい曲ですので、きっと楽しんで弾いてもらえることと思います。私自身スペイン曲を始めてイベリア組曲からやりたいと希望したんですけども、なかなか弾かせてもらえなくて、このような曲だとかグラナドスのダンサス・エスパニョーラスなどをたくさん弾いて、そのまだそんなに難しくない時にスペイン音楽の要素を学ぶようにと言ってこのような曲から取り組みました。では始めます。まずですね、曲の構成はすごくシンプルで A、B、A となっています。踊りの部分、それから歌の部分、踊り子がシナを作っている部分と考えてもいいような B の部分に分かれています。最初ですね、これは三拍子の、踊りの曲です。まさに、セビジャーナスという副題がついているようにフラメンコの中のセビジャーナスの踊りを表現しています。と始まります。最初の小説はちょっと、イントロダクションのような、みんなで、踊り子たちが踊っているという感じではあります。大事な要素というのは右手のこの、メロディー、それと左、これがうまく噛み合って表現していかないといけません。メロディーが始まって、これが一つのレーズのメロディーなんですけど、その後っていうのはアリの手のようなものです。それではもう一度弾きましょう。伝えしました。そのスペイン音楽に聞こえるようなエッセンスの部分ですね。3点音符の弾き方、これで、3小節目からここの弾き方なんですよ。スペインの曲の中で3点音符ってすごい大事な要素になってくるんです。その弾き方によって、スペイン曲に聞こえるか聞こえないかっていう差が出てきます。弾くコツと言いますのは、ちょっと前に手を上げて入る、そのと入らないんですよ。ちょっとだけ手を上げて3両しかも、これはレガート過ぎないで、でもはっきりと聞こえる、その弾き方が大事になってきます。これでスペイン曲に聞こえるか聞こえないかという差がついてきます。これがちょっとしたコツです。これはですね、私がアリシア・デ・ラ・ローチャに習っている時にずっと横で見てどうやって弾くのかっていうのを見てると、それやってたんですよ。でそれを取り入れました。それで最初の形がこ
考えられて、最初で2回目はちょっと、低くする。こういうふうにも考えられるし、あの逆も大丈夫です。それでここにボリュームが上がります。少しホルテになるっていうところなんです。それでここ楽譜はって書いてありますけれども、これはで大丈夫というふうに、弾いていきます。その前から弾いてみましょう。これはあのスペインによくある小太鼓、タンボールの音だと思ってください。それで次に S ドアに入ります。手法なんですけど、これを弾くときにですね、注意しないといけないの。普通だと右手出しますよね。とか
が出すと思うんですけど、これは、アリシア・ヤラウちゃんのマスタークラスでよく言われたのが左手出さないといけない。それでこの2オクターブ離れているという、これを利用して右手のソニード、音色を変えるわけです。でこのファの音からペダルを入れる。よく聴いてると分かると思うんですが、うわーって歌ってると思ったら影のようにこう弾いたように、暗く歌う、その、声の使い方っていうのを、よく歌手の方の聴いて研究されてください。そこはよくこれを表しています。聴いていただけたら、また聴いていただけたら嬉しいです。ではバルセロナからアディオス、また
違う曲を発表していきますので、楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると、とても励みになります。また次の動画でお会いしましょう。